さあ長崎の旅へ。長崎市街のすぐ目と鼻の先に浮かぶ硫黄島。その昔、平家討伐を企てた俊寛僧図が流されたというこの島は、戦後の一時期炭鉱で栄え、そして今海に抱かれたリゾートの島として多くの人々に愛されています。正しくは硫黄島と沖ノ島、2つの島を橋で結んだこの島は、大浦天主堂にも似た白亜の沖ノ島天主堂や日本で最初の洋式灯台のほか、リゾート気分を盛り上げてくれる自然や施設がぎゅっと詰まったところです。例えばこの海水浴場、その名もコスタデルソル、スペイン語で太陽の海岸という意味で、長く続く白い砂浜ときらめく海はまるで南国の海のような美しさです。お泊まりはここ長崎温泉安らぎ硫黄島。海辺のコテージをはじめ、いろいろなタイプから選べる客室に加え、天然温泉かけ流しのお湯に海が見渡せる露天風呂やコース風呂が人気です。他にもテニスコートやレストラン、エステにキッズガーデン、潮風とともに楽しむバーベキューもこの時期の島の風物詩です。長崎港から高速船に乗ってわずか19分、こんなに近くて小さな島に真夏の休日を楽しむためのすべてが揃っています。